お待たせいたしました。市民球場です。阪神タイガース対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発は右の村上、対するバファローズの先発は右の増井、以上の両先発。さあ、間もなくプレイボールです。タイガースピッチャーを交代します。村上降板、右の浜地、今日2人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは DH の西村、今日はファーストゴロと三振。低め際どいボール、第2球外れた、ボール。投球はこれから3球目、ボール。タイガース、ここは引っ張りに警戒します。投げました、見送ってストライク。第5球投げました、見送ってストライク。第6球を投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。ライト池田。第9球投げました、初球スライダー空振り。第2球投げました、アウトコース低め、直球は外れてボール。投球はこれから3球目、打った、抜けた、池田、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは福永、投げた、初球見送ってストライク。第2球見送ってストライク、これで追い込みました。外を際どいボール。第4球を投げた、打ちました、ショートゴロ、ゲッツーになるか。セカンドホースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日2回目の併殺でこの回を終えました。6回の表が終わって4対1です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。左バッターボックスはトップバッターの渡辺、今日はここまで初球打った、打球は三遊間へ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番北、今日はここまで3打数ノーヒット。第9投げた、見送ってボール。第2球投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げた、外角低めいっぱい、ストライク。追い込んでから投げました、打ちました、ファールボール。次は5球目、投げました、アウトコース低め、空振り三振。バッターは3番紅林、今日はここまで3打数1安打。アウトコース低めストライク。第2球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。これで追い込みました。投げました、内角低めボール。投げました、打ちました、センター前に出る、センター前ヒット。クルバヤシ、ナイスバッティングです。バッターは4番 T 岡田、今日はツーランホームランを打っています。第9投げた、初球はストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、決まった、ストライク。追い込んで投げた、147キロ直球、空振り三振。浜地、見事なピッチングです。7回の表が終わって4対1、バファローズこの回0点に終わっています。タイガース敗れました。オリックスバファローズが勝ちました。勝利投手は増井、敗戦投手は村上、伊賀にセーブがつきます。さて、本日のヒーローは T 岡田、本当に今日は大活躍でした。